はいどうも、GO!NO!GO!GO!TV です。今回はこちらのガシャポンなんですけど、こちらのガシャポンのカプセルはこちら。仮面ライダービルド、ガシャポンフルボトル13、全8種類ということで、今回はこちらを7回回してきたんで、こちらを開封して音声確認して遊んでいきたいと思います。ラインナップの方は、こんな感じですね。トラフルボトル、UFO フルボトル。で、ハンマーフルボトル。これがなんか完全新規のフルボトルなんですよね。で、ギアエンジン。エンプティボトル。これも、今回初のラインナップでレア枠なんですよね。なんか仮面ライダーゴーストのゴーストアイコンのあのブランクみたいな、ブランクゴーストアイコンか。あれの時みたいな感じがしますね。で、トラフルボトルのキラキラメキバージョンと、UFO フルボトルのキラキラメキバージョン。ギアエンジンのキラキラメキバージョン。いや、これほんとゴールドですからね。これもかっこいいですよね。はい、こんな感じのラインナップになっております。で、まあガシャポンなんで組み立て式になっております。はい、まあ今回狙いはやっぱこの、初ラインナップのエンプティーボトルですね。これはまだこのフルボトルサイズでは持ってないんで、あのライトアップキーホルダーのキーチェーンかな、あれでは持ってるんですけど、これゲットしたいですね、ぜひ。あとはまあ他のメッキバージョンも出れば嬉しいかなって感じがしております。はい。ということで、こちらの7個開封していきたいと思います。はい、では開封していきましょう。こちらからブックレット取り出してありますんで、見ていきましょう。一つ目、せーの、ドン。こちらは UFO ですね。UFO のノーマル。とりあえず第1回目は UFO。では2個目。せーの。と。お、これは？あ、ハンマーフルボトルですね。おー、よかった。これ、めっちゃ欲しかったんですよね。気になってたね。どんな感じなのか。ハンマーフルボトル出ました。そうそう。今回本当は10回ぐらい回してこようかなと思ったんですけど、なんかガシャマシンの調子があんまり良くなくて、なんか200円入れると絶対1回追ってくるんですよ。で、そんなこと繰り返してたら、もうすごいこう7回回すだけでも苦労したんで、もう7回でいいやと思って、3000円分とりあえず両替して、まあ、様子見ようと思ったんですけど、まあそんな感じで、3000円両替した分を、まあ使い切ってですね、まあ200円余ったんですけど、まあやめました。はい。では3つ目、せーの、ドン。お、これはトラですね。トラフルボトルのノーマル。ということで、ベストマッチができましたね。トラ UFO。密林ジャングルハンターだったかな。ちょっと音声忘れましたけど。はい。では、4つ目、せーの、パカ。これは？あ、トラフルボトルですね。かぶり。トラフルボトルのノーマル、かぶり。さあ、もう折り返し地点ですね。さあ、じゃあ5個目いきます。せーの、ドン。お、これは？ギアエンジンかな？あ、出ましたね。ギアエンジン。おー。ってことは、とりあえず、ノーマルはコンプリートかな。よし。よかった、よかった。また動画外でちょっと回さなあかんかなと思ったんですけど、とりあえずノーマルはコンプリートしましたね。さあ、じゃあ、あとはエンプティボトルかメッキバージョンの、こう、探す旅に出ましょう。じゃあ、6個目、せーの、パカ。お、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 光ってますよ、これ。あ、トラフルボトルのメッキですね。よし、とりあえずメッキ1個ゲット。いいですね、これトラ、いかつい。トラ、いかついですね。はい。じゃあラスト。せーの。ド、ド。お、白いキャップってことか、もしかして。お、出た。お、出た。エンプティボトル。やった。まさかあると思ってなかったんで、めっちゃ嬉しいですね、これ。わあ、よかった。エンプティボトル出ましたね。ゲット。ゲットしました。はい。ということで、いや、なんかもう排出結果大満足な結果ですけど、とりあえずノーマルのトラフルボトルが2つと、メッキが1つで、UFO フルボトルのノーマルが1つ、ハンマーフルボトル1つ、ギアエンジンが1つ、エンプティボトルが1つ。完璧ですね。はい。では、こちら開けて見ていきましょう。はい。中身を取り出したらこんな感じになりますね。では、まずはトラフルボトルから見ていきましょう。こんな感じですね。まあ、ギミックは蓋が回転して、中身出し方ができて、でピンはガシャポン版なんでできませんね。で、絵柄はこんな感じ。で、シールは T、トラ、UFO で TU という感じになっております。絵柄はこんな感じになっておりますね。トラが描かれております。なんかパッと見た感じ、そんなデラックス版とかと変わりないですよね。これがデラックス版なんですけど、なんかそんな言うほど、まあ、若干なんかガシャポン版のが薄いかなってぐらいで、そんなに差はなさそうな感じなんですよね。うん。
そんな差はなさそうな感じですね。で、こちらが食玩版ですね。食玩版。若干ガシャポンの方が食玩と比べると濃いかなって感じですね。食玩版が若干薄いかなって感じがします。まあ、それ以外特に変わりはないと思います。はい、こんな感じで、横がこんな感じで V025 と。で、錦瓶があって、逆サイド、正面、そこに上側という感じになっております。で、次がこちら。キラキラメッキバージョン。いや、これは危ない。顔が映りそうで危ない。でもやっぱかっこいいですね。これ多分ゴールド塗装だと思うんですけど、この顔の、虎の顔の部分はゴールド塗装がされておりまして、周りはこんな感じで、かっこいいですね。キラキラ。完全にこのシルバーでキラキラしておりますからね。こんな感じ。こんな感じですね。まあ、ギミックは一緒ですね。こんな感じになっております。いや、これかっこいいわ。これかっこいいわ、本当に。はい。で、次が U4 フルボトルですね。まあ、こちらもギミックは一緒ですね。蓋が回って、シャカシャカできて、まあ、ピンは出ませんね。で、まあ、虎と U4 で TU で。こんな感じですね、絵柄は。こう U4 に座れそうな感じになっております。うん。こんな感じです。まあ、これも多分デラックス版とそんな、差はないけど、まあデラックス版の方がやっぱ濃いですね。ちょっと濃い感じになっておりますね。これがデラックス版。まああとは特に変わりはなさそうな感じですね。まあ、ここの絵柄部分の濃さがちょっと違うかなって感じですね。で、次が食玩版と比べると、こちらが食玩版ですね。食玩版となんかそんな大差ないですね。うん、そんな変わりはないですね。U4 フルボトルに関しては。こんな感じですね、絵柄。うん、なかなかこれ、東映特撮 YouTube オフィシャルの方で配信されております、7つのベストマッチの後編の方で登場しておりましたが、なかなかいかつい戦い方するんですよね。はい、こんな感じになっております。で、QR コードがあって V026 と。で、認識ピンがあって、逆サイド正面で、そこで、上側という感じになっております。はい、で、次がこちら、新規のラインナップですね。新規ラインナップの、こちらハンマーフルボトル、完全に新作のフルボトルですもんね。まあ、こちらも一緒ですね。蓋回転してシャカシャカできて、まあ、ピンは出ませんね。こんな感じでハンマーの絵柄が描かれておりまして、あのバットフルボトルとかコブラフルボトルとか、あとあのサンバガラスが使うフルボトルなんかと同じ系統のものですね。こんな感じ、ハンマーが描かれています。これまだ本編とかに登場してないんですけど、一体どういった感じのアイテムなのか非常に気になるところではありますよね。はい、こんな感じになっております。音声も気になりますよね。で、 V089 となっております。で、認識ピンがあって、逆サイド正面で、そこで上側という感じになっております。で、こちらギアエンジンですね。ワシオライですね。弟の方が使用いたしますギアエンジン。エンジンブロスに変身するものですね。はい。こんな感じ。まあ、こちらギミックは蓋は回転しませんし、シャカシャカもできませんし、まあ、もちろん中身とかもないんで、まあ、こんな感じになっておりますね。はい。こんな感じ。ここはまあ、塗装されております。で、デラックス版と比べるとこんな感じで、まあ、これ多分ギアリモコンの時も言ったと思うんですけど、なんか若干ガシャポン版の方が若干黒みが帯びてるっていう感じになっておりますよね。こちらがデラックス版で、まあ、こちらガシャポン版なんですけど、なんか若干蔵っぽいような感じになっておりますよね。こんな感じ。まあ、あとは特に変更点はないですね。こんな感じ。いや、でもこれ、ちょっとメッキ版欲しかったな、これ。どんな感じなのか、多分こんな感じな、このトラフルボトルのこの顔の部分がもう全体に行き渡ってる感じだと思うんですけど、あれ、いかついですよね、本当に。こんな感じ。で、こんな感じですね。V の042。若干シール歪んでますけどね。で、認識ピンがあって、逆サイド、正面、そこに、上側という感じになっております。で、最後も今回のこうメインで言ってもいいんじゃないかなと思う、エンプティボトル。ほんと空ですよね。これ、成分抜き取る前の、まあ、ボトルなんですけど、本当に空って感じで。ほんとこんな感じですね。もう透明のクリアパーツが使われておりまして、こんな感じで中身が丸見えですけど、まあ中身は何も入ってないですね。で、まあここもシールなんかもなくて、まあ一応ギミックとしては、まあ蓋が回転して、まあ中身はシャカシャカできませんね。うん、
こんな感じになっております。まあ、あのレジェンドライダーフルボトルかな、あれのまあ本当何もないバージョンみたいな感じになっておりますね。はい。で QR コードはこんな感じで V って書いてあるだけですね。で認識ピンもありませんってことは、まあ音鳴らないってことですよね、これで。逆サイド正面、そこに上側という形になっております。これ認識ピンないなら、なんか僕ちょうどエグゼイドのレジェンドライダーフルボトル持ってないんで、なんかエグゼイドの認識ピンをどっかで見つけて、なんかエグゼイドの認識ピンのやつで作りたいですね。うん。もう一個ぐらい欲しい。もう一個あればなんかそれでちょっと作ってみたいかなと思っております。はい。というわけで音声確認をしていきましょう。まずは、まあギアエンジンがあるんで、ネビュラスチームガンとトランスチームガンから行ってみましょうか。はい。ではまずはトランスチームガンから行きましょう。ではまず一番最初気になる、このハンマーフルボトルから行きましょうか。さあ、なんかなるのかな。お、フルボトル扱い。あ、なるほどね。スチームアタック。はい。普通にフルボトル扱いですね。残念。なんか音鳴るかなと思ったけど、何も鳴りませんでしたね。はい。では、トラ行きましょうか。フルボトル、スチームアタック。はい、やっぱ光り方相変わらずかっこいいですね。でメッキ版フルボトルスチームアタック、はい、メッキ版やっぱ何も見えないですね。じゃあ次は UFO。 フルボトルスチームアタック、うん、いい光り方しますね。で次がギアエンジンですね。フルボトルスチームアタック、はい、エンプティボトル、これ認識ピンない多分反応しないですよね。やっぱ反応しんか。じゃあもうこれ電源のあれで発光させましょう。トランスチームガン、あーすげえいい光する。めっちゃいい光り方するじゃないですか。はい、こんな感じになっております。はい、では次はネビュラスチームガン使っていきましょう。ではまたハンマーフルボトルから聞いてみましょうか。さあ、なんかなるかな。ロストマッチ、おー、ロストマッチってことはベストマッチがないってことですね。なるほど。どう使い方するのこれ。誰かこう刺すの。誰か刺してこのなんかハンマー何々みたいな感じになるのかな。それかまたなんか新しいライダーが出てくるのかな。それが使うのかな。なんか武器かなんかをこう召喚する的な感じで、謎。とりあえず謎なフルボトルってことで、まあ、とりあえずゲットできたのは良かったですね。さあ、じゃあ次はエンジンブロスですね。変身しましょうか。純度。はい。いや、かっこいいですね。大気音もかっこいいし、変身もかっこいいんですけどね。どうも変身する人間が苦手なんですよ。はい。では、せっかくなんで、ヘルブロスもやっておきましょうか。確か、先にエンジンや。抜いてこのギアリモコンか、ギアリモコンを入れれば、ギアリモコン、ファンキーマッチ、純度、フィーバー。はい、これでヘルブロスに変身いたしましたね。うん、ちゃんとガシャポンでもこれ商品化されたんでよかったです。はい、ではまたトラフルボトルに戻りましょうか。フルボトルファンキーアタック、フルボトル
めっちゃ。最後はエンプティーボトル。これまた電源のオンオフでいきましょうか。中身がないんでやっぱ光り方いいですね。はい、こんな感じになっております。では次はビルドドライバーとの連動性聞いていきましょう。はい、ではビルドドライバーを準備しましたんで、まずはこのハンマーフルボトルの音声だけ聞いてみましょうか。では電源オンにして、ハンマーフルボトル、ハンマー言い方では一応回していきましょう。変身。はい、トライアルフォームの変身が流れますね。はい、ベストマッチではないんでボルテックアタックの音声が流れますね。はい、ではこちらに行きましょうか。トラ UFO 行きましょうか。ではメッキ版を使います。さあ実験を始めようか。トラ、UFO ベストマッチ。変身。勝利の補足は決まった。はい、ということで未確認ジャングルハンタートラ UFO イエーという感じになっていますね。いやもうほんとこれ戦い方がかっこよかったんでね、ぜひ本編でも登場してもらいたいところではあるんですけど、結構なんかあの CG なんか使われててなんか合成だったんで、ちょっと本編では厳しいかもしれませんね。はい、では次は一回抜いて、なんか確かデラックス版の時に紹介したと思うんですけど、なんかこのエンジンフルボトルはこのバッドフルボトルとなんかベストマッチするみたいなんで、まあ、ちょっとこちらでもやってみましょうか。ベッド。ベストマッチが来ましたね。エンジン。よし、行きましょう。ビルドアップ。はい、ということで暗黒の起動音、バッドエンジン、イエー。もう言い方がめっちゃ悪そうな言い方しておりますね。はい、こんな感じになっております。まあこれもどういった形で出てくるかちょっと楽しみではありますね。はい、では必殺技いきましょう。はい、ベストマッチなんでボルテックフィニッシュの音声が流れます。では最後にエンプティーボトル一応さしておきましょうか多分認識日ないで何も反応はしないですけど、こんな感じになりますねエンプティーボトルをさすとこんな感じになります、まあ、回しても反応はしませんね。まあただ見た目はこんな感じになりますね。はい、こんな感じ。はい、では次はスクラッシュドライバーにさして音声聞いてみたいと思います。はい、ではスクラッシュドライバー準備しましたんで音声聞いていきましょう。まあ、気になるのはやっぱこれですよね。これもしかしたら何か音声が鳴るかもしれないんでちょっとやってみましょう。では
相変わらずですね。無機物系扱いになっております。はい、ではこのまま流れていきましょう。ということでこんな感じになっております。音声確認は以上です。はい、というわけで今回は仮面ライダービルドフルボトルシリーズガシャポンフルボトル13を7個開封して音声確認をして遊んでまいりました。いや、もう今回は排出結果も完璧完璧です。もう言うことないですね。もうかぶりも1個かぶっただけなんでもう完璧でしたねで欲しいこのエンプティーボトルもゲットすることができて非常に満足な排出結果となっております。まあ音声の方も、まあ、こちらトライ UFO のベストマッチと、まあ、このハンマーフルボトルですね、まだあのどういった感じの使用用途なのか謎なものですけど、まあ、こちらもありましたし、このもうずっとこう仮面ライダービルドが始まった当初から、まあ、話題になっておりますこのエンプティーボトルですね、こちらゲットすることができましたし、まあ、ワシオ兄弟の弟の方のワシオライが変身するエンジンブロスに変身するためのギアエンジンゲットすることができましたし、まあ、前回のギアリモコンと重ねることでヘルブロスに変身することもできますんで、これ遊び方が本当いろんな遊び方できるんで非常にいいラインナップとなっておりますんで、まあ、皆さんもぜひ見つけたら回してみてはどうでしょうか。で、まあ、とりあえず今月はもうフルボトル系のガシャポンは発売されないみたいですね。とりあえずあの発売日カレンダー見た感じでは。ですので、また来月、まあ、新たなガシャポンフルボトル14出たら回して、また動画作っていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。では、今回もご視聴ありがとうございました。